Extracting file. Extraction complete. この太刀を受け継いだスバルは世界最強の武闘家を目指し旅をしていた。旅の道連れは陽気なアメリカ人のルーク。彼はスバルが伝説の武闘家の弟子だと知ってついてきたのである。ルークはストリートファイターとして無敵であったが、ある日一人の女に敗れたことをきっかけに旅に出たのであった。スバルとルークは世界各地を旅し、修行に明け暮れる毎日であった。そんな二人の前に
人の少女ナルが現れた。ナルは行方不明の養父を探して旅を続けていた。ナルの養父はスバルの師匠とかつて親友だった。ナルは養父の手がかりを求めてスバルたちと一緒に行動することにした。ある日、三人のもとに一通の招待状が届いた。それは10年前に消滅したはずの東神大部会への招待状であった。招待状の裏には差出人のイニシャルがただ一文字書かれているだけだった。そのイニシャルを見た瞬間、スバルの脳裏には一人の人物の顔がよぎった。だがそれはスバルにとって信じられないことであった。スバルはそれを確かめるために東神大部会に参加することを決意した。ルークとナルもそれぞれの思いを胸に秘め、三人は東神大部会へと旅立った。僕は負けませんよ、絶対に。Let's go! Let's 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 go! Let's
もう一度鍛え直してこいよ。Break it down. Ah, that was good. Check this out.
Baby, no.